朝はね、結構朝から強い雨が降って、まあ、車の天井をバタ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 叩いていて、今もなおね、降り続いてて、まあ、この雨が木の葉っぱをね、叩く音や、あとはその下に落ちてる落ち葉の葉っぱを叩く音がね、すごいね、心地よいですね。で、今日はですね、ここは新潟県の美人林というところにね、来ています。で、まあ、この美人林ってね、今このブナのね、木があたり一帯に生えてるんですけど、まあ、その立ってる姿がね、すごい綺麗なので、まあ、それがね、まあ、名前の由来というか、っていうので美人林というふうに、ね、なっていますね。で、今ですね、僕は望遠レンズをね、まず最初に使っています。で、まあ、なんで望遠レンズ使ったかっていうとね、まあ、ずっとね、見てる先が、ブナ林がね、茂って、生い茂ってるんですけど、まあ、そのなんか茂り具合を強調するために望遠レンズで少し圧縮させて、まあ、その、後ろの世界がね、わーっとなっている感じを、表現してます。で、あとは手前にね、生えてる木っていうのもちょっと綺麗だったので、これがね、多分僕の中でも、いくつかね、あったこのブナの木の中でね、綺麗だなと思ったやつなので、それをね、チョイスして、手前に置きました。なので、その葉っぱの絨毯からそのブナの木が生えてって、その後ろにさらにですね、そのブナ林がバーッと続いていくような、まあ、そういった世界観をね、作れたらいいかなと思います。あとはね、このブナの根っこも綺麗ですし、そのね、根っこを使って、こう撮影したりとか、っていうこともできると思うので、あとは池もあるのでね、その池を使ったりリフレクション撮ったりとかね、まあ、そんなこともして楽しめるかなと思うので、いろんな楽しみ方があるのでね、今日はちょっとゆっくりとね、この雨に打たれながら回っていこうと思います。じゃあまず1枚目はね、こんな感じです。だいぶね、時間が経って、まあ、結構ね、観光客もね、入ってきたりすると、なかなかこうね、自分がこうセットしたところに人が入り込んできて、ああ、みたいな時がね、あるんですよね。まあでもそれはしょうがないのでね、そこからいなくなった瞬間に撮るみたいな感じで、まあそこは待ったりして、あと光を待ったりとか、まあちょっとここの美人林ってそんなに広くはないので、撮影がね、結構難しいなっていう感じですね。そういった人の往生もあるしね、光も考えなきゃいけないし、あとはガスもね入ってきたりとか、まあ、そういうことを考えるとなかなか難しいなっていう感じですね。で、今僕がですね、2つ目にいいなと思ったところはですね、まあ、バランスよく全体的にこう木が生い茂っている感じですね。そこをですね、ちょっとこう表現したいなと思ってます。名前の由来となっているね、この美しい木の生え方だとか、まあ、そういったところをですね、ちょっと映したいなと思ってます。で、今回標準ズームレンズにして、やってますが、このね、先っちょに CPL っていうね、サーキュラーポーライザーをつけてます。ちょっと光の反射もね、出始めたので、それをつけるとね、ちょっと画面をお見せすると、この CPL 使う前がこんな感じ。で、使うとこんな感じですね。見てもらうと、そのね、この落ち葉の絨毯が、まあ特にですね、この光の反射の影響を受けているなっていう感じで、まあそういったものをですね、カットすると、この絨毯のね、この色味っていうのがですね、ぐわっと出てきて、まあよりこう、美しいこのブナ林の世界がですね、表現されるんかなと思います。で、構図的にすごい僕気に入ったのは、いっぱい生えてるんだけど、なぜかね、僕の中央のこのまっすぐだけ空間が空いてるんですよね。
こういっぱいあるんだけど一本道があるような、まあ、そういったなんかこう感覚に陥るような、まあ、ちょっと構図っていうか、あの見え方がするので、中央に道が続いているっていう感じ、本当はないんだけど続いているように見えるという感じですね。まあ、そこをちょっと意識しながら、やっています。一旦人がねぐわっと来たけど、またちょっと落ち着いてね、また平和な雰囲気になってて、もう少しだけねもうブラブラしようかなと思います。はい、で今度はですね、まあ、入り口付近のねブナ林のあたりっていうのはもうどんどん人が入ってきて、もう全く落ち着ける感じじゃなくなっちゃったので、ちょっとね離れにね避難してきました。でこの美人林っていうのは入り口側と、あとは池を挟んで向こう側ですね、反対側のそのブナ林でちょっとね、若干なんかちょっと印象がね違うんですよね。その入り口側っていうのは割と何もない、まあその絨毯、ね、この紅葉の落ちた葉っぱの絨毯が広がっていてすっきりとした感じなんですけど、池を挟んで反対側っていうね、まあ、僕が今いる側っていうのは割とこう下になんかいろんな植物が生えていて、まあ悪く言うと雑多な感じだけどちょっとアクセントがあって面白いなっていう感じですね。でなんかこう秋らしい色ってないのかなと思いながらこう歩いていて、割とねまだ緑っぽかったので、なんかこう秋らしい色ってないのかなと思って歩いていたら、まあ、ちょっと手前にね黄色い、まあ、紅葉したねこう葉っぱがあったので、でそれがね結構綺麗だったのでここでね撮影しようと思ってます。いろんなね色の変わったその葉っぱっていうのがあるんだけど、なるべくこう何て言うんですかね、シンプルにしたいなっていうふうに思ったので、まあちょっと一つだけこう飛び出てなんか秀でて綺麗なものっていうふうにね思ったら、これがねなんか手前にあったので、ちょっとこれをね使おうかなと思ってます。で今は超広角を使って撮影をねしようかなっていうところなんですが、まあ、前景にこの黄色いね鮮やかな、まあ、若干傷んではいるんですけど、まあ、でもあの割といい状態なので、そのね鮮やかな、葉っぱですね、形もねなんかこういい形してるんですよね、五角形というか何ですかね、そういったなんかバランスの取れた形をしてたので、まあ、それを前景に入れて、あとはその樹林帯がですねぐわっとこう奥に広がっていくような感じを伝えたいということで、今回広角ですね、超広角を使ってます。で今回はもうガッと引いてですね、本当に広角の一番広角寄りぐらいまで持っていって、焦点距離を持っていって、でこれを前景にドカッと入れて、あとは後ろにこうすごいねダイナミックな、樹林帯が広がってるよっていう感じですね、表現していこうと思います。光が入ってくると結構ねいい雰囲気になったりしますけど、光がないとちょっとどんよりとした感じ、まあどっちでもねなんかそれぞれの世界があっていいなとは思うんですが、霧があるともっとね雰囲気があっていいんですけど、まあそれぞれねちょっと待ちながら、やっていこうと思います。はい、という形で、本日のね動画は以上になります。フォトシンチャンネルご視聴いただきありがとうございました。本日のね動画の最後はこの写真でもって終わりにしようかと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。また。
ー。